北海道カバト群の一カバト群は、北海道空地総合振興局管内の郡。人口11,168人、面積747.7桂平方メートル、人口密度14.9人、桂平方メートル、以下の三町を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、群域は上記三町のまま変更されていない。 カバトの名称は、現在のスベト川と石狩川の合流点一帯を指す名称で、アイヌの人々が根茎を食料としていた、甲骨を指すアイヌ語のカバトによるものである、江戸時代のカバト軍域は西江戸地に属し、石狩場所に含まれ、正木藩領となっていた。江戸時代後期になると、国防上の理由から文化四年カバト軍域は、抗議五領とされた。文化五年には、 ルモイ支配人山田や文衛門によって、ウリュウエッツが開作されている。この道は、ルモイから、ニセバルマ、エタイ別を経て、カバト軍とウリュウ軍の境界にあたるシラリカに出る、約25里の道で、カラフト警護を行っていたアイズハンペイも、通行している。文政4年には、一旦、マサキハン領に服したものの、安政2年再び抗議五領となり、省内藩が警護を行った。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、カバト軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事のカバト軍の町村。ありがとうございます。